皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者海野隆です、今日もですね、私がこう週刊手帳術を出すときに参考にした本、あと、手帳を、自作するときに、まあ、参考にした本を、まあ、4冊、紹介してるんですけども、今日はその3回目ということで3冊目の話をしたいと思います。で、今日の本のタイトルは超一流の手帳はなぜ空白が多いのかということをちょっとお話ししたいと思います。で、この本を書いたのは高塚そのみさんで、ソフトバンククリエイティブから出ています。で、内容的に言うと、まあ、手帳術もそのままですね。で、あの、特徴的なのは、まあ、超一流の人が使っている手帳をこう調べたら、こう空白を作ることに長けてましたよみたいな、まあ、そんな話が書いてあります。で、やっぱり私のこう週刊手帳術の中でも同じようなことを述べていて、で、あの、僕パクったわけじゃないんですけども、その同じような考え方をしていたということで、まあ、ちょっと参考になりましたというところを、まあ、ちょっとご紹介したいと思います。で、その中でこういいことをいろいろいっぱい書いてあるんですけども、今日お話ししたいのはちょっとそこではなくて、あの、一文です。で、見出しだったと思うんですけども、毎年同じ型の手帳を使うっていうことが書かれていて、あ、なるほどと思ったんですね。で、あの、高塚さんが書かれているのはポイントが2つあって、そのうちの1つが、まあ、買い替えをするときに、まあ、時間的無駄を省くということで、まあ、要は手帳選びで悩んだり迷ったりとかっていうことはあんまりしない方がいいよっていうことをまず一つ目で述べていて、で、今日ご紹介したいのはこの二つ目の方ですね。で、昨年の自分と比較するっていう、その一文が書いてあって、あ、これはなるほどというふうに、まあ、その一つ目よりも二つ目の方にちょっと、あの、なるほど感があったんですけども、まあ、ちょっとその話をしたいと思います。で、まあ、これ何を言ってるかっていうと、あの、目標とかを作るときも全く同じだと思うんです。要は手帳を選ぶときに、あの、どういう手帳にしていきたいかって、まあ、多分基本的には手帳って1年分だと思うんで、まあ、この昨年の手帳があって、で、まあ、結果こうでしたと。で、来年の手帳も基本的には同じものを使って、そのときに比較してどうやってこう成長していくかとかっていうことを比較するのに同じ手帳の方がいいですよっていうことを言ってるんですね。なので、まあ、ちょっと私がこう大いに参考にしたのは、その1年の目標を考えるときに、まあ、昨年の目標があったとして、まあ、それよりもそのちょっとでも成長できるような目標を立てるということだったりとか、あと、その1個目の話にもちょっと通じるところがあると思うんですけども、要は私、ゼロクリアして目標を立てたりしないんですね。昨年の目標があって、それよりもちょっとでも上がるように目標を設定したりとかっていうことをよくするんですけども、手帳だけじゃなくて、目標の方も基本的には昨年の目標をこう、継承して、で、その、例で言うと一番簡単なのはジョギングとかなんですけども、何千何百キロ走りますとかっていうやつをそのまま次の年に千何百キロプラス何キロとか、という形でこう習慣性のあるものを継続するという目標の立て方をするんですね。そうすると、あの、立てるときに時間全く無駄がないというか、あの、いい習慣だったんで、そのまま続けましょうっていう、そういう考え方を持っているんで、こうあまりこう否定はしませんけども、計画を立てるときに何時間もかかるとか、まあ、下手すると何日もかかるとかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、私自身はあんまりそこに対して時間をかけた覚えがなくて、まあ、せいぜい何分の
世界ですね。まあ、ただそれよりね、前にこう1年をやっていくうちに、まあ、来年はこんなことしようとかっていう考えは持ってるんですけども、基本のベースのところは、こう運動とかこう学習とかっていうところが、まあ、メインなので、基本的にはこう去年のいい習慣を今年も続けよう、来年も続けようっていうことで、こう手帳だけじゃなくて目標もずっと続けるという、そんな考えを持った方がいいですよっていうことを、まあ、教えられたような気がしましたということで、まあ、その昨年の自分と比較するということが、まあ、目標に対しても習慣性を持たして、まあ、ちょっとずつちょっとずつ成長していきましょうという、そんな教えをいただいた本になりました。ということで、超一流の手帳はなぜ空白が多いのかという本の、まあ、ワンポイントのご紹介をさせていただきました。ということで、今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。